ラセードとは、三岡自動車が発売していたクラシック風クーペ型のスペシャルティカーである。中、この自動車の一般的な表記はラセードだが、スタイルマニュアルに従って、記事名をラセードとし、文中の表記もラセードで統一する。初代、2代目とも、日産、シルビアをベースとした2ドアのクラシカルクーペである。三岡の他社主導用。 キャビン部分はシルビアそのものである。シルビアから流用したエンジンやフロントアクスル一式をオリジナルの延長フレームに取り付け、そのフレームにシルビアのモノコックボディを乗せる形でホイールベースを 900mm 延長している。エンジンやトランスミッションの搭載位置はシルビアのままであり、ラセード同様にホイールベースを延長改造している。 ストレッチリムジンのようなプロペラシャフトの延長加工はされていないもののフロントサスペンション一式が前進したことによってステアリングコラムシャフトが延長されている。本社はシルビアのモノコックボディを切断、加工してオリジナルフレームでホイールベースを延長した改造車であるが当時の三岡はモノコックボディの複雑な強度計算に必要となるコンピュータを持たなかったため 自社製作したフレームにシルビアのモノコックボディを補強材として搭載した改造車であると主張して改造申請が受理された。クラシカルなデザインだが現代車にふさわしい性能を持ち合わせ、さらにシルビアをベースとしているためメカニカルメンテナンスが容易という点が最大のポイントである。外装部品を除き通常の維持管理上必要な消耗品は容易に入手できる。 本社によって得られたフレーム製作や、モノコックボディ改造のノウハウが、後の01の組み立て車登録や、ビュート等のオリジナルカー制作に役立つこととなった。車体が大型、かつトレッド幅が狭く、ホイールベースが長いため機動性に欠ける上、ロングノーズの試し替えが悪いことから、運転するには、かなりの、慣れが必要な車である。ちなみに、左右についている、タイヤカバーと、 6本のエキゾーストパイプはどちらもダミリで、中にはバッテリーなどが入っている。また、フロントについている4本のラッパ状のクラクションは本物で軽音機として作動する。S13 型シルビアをベースにホイールベースを延長。さらに FRP 製の専用ボディを装備した。だが、内装はロゴがあることを除いて、ほとんどシルビアのままである。エンジンは、 CA18D 型を FR レイアウトで搭載。スペックに変更はなし。トランスミッションは4速 AT。1990年に限定500台で発売したが、発売直後から大きな話題となり4日間で完売。シルビアのマイナーチェンジによる影響で、1993年まで製造された S15 型シルビアをベースに開発された。 三岡自動車のサイト内などでは、仙台と区別するためにしばしば、ニューラ制度とも表現される。デザインは、初代の衣装を受け継いでいる。初代同様、内装はほとんど、シルビアのまま。エンジンは、SR20D 型を、FR レイアウトで搭載。トランスミッションは4足 AT。ボディカラーは、エリザベスホワイト、クイーンズレッド、ロイヤルブルーの3色。 2000年11月15日に限定100台で発売され、2004年には限定3台のファイナルモデル本革シート特別限定使用者が発売された。また、第35回東京モーターショーにラセードのコンバーチブルモデルが参考出展されたが、結局発売までには至らなかった。S15 シルビアの原型が残っているのはフロントガラス、ドア、ミラー、 サイドガラス、ルーフの前半部分などである。第二の人生、悪なき夢を追い求め、自由を味わいながら長い人生を楽しむという、意味合いのライフセカンドドリームという造語から来ている。ありがとうございます。